ピンクレディー汗と涙の大晦日150分は1978年12月31日に日本テレビ系列で放送された特別番組であるピンクレディーの冠番組正式タイトルは輝け特別性放送ピンクレディー汗と涙の大晦日150分みんなで幸せになろうねピンクレディーが1年間の総決算の意味で大晦日東京 新宿コマ劇場を舞台に、歌と踊りに、アニメーションから寄せまでを含む、豪華なバラエティショー。3年間にわたって放送された、コント55号メインの、コント55号の紅白歌合戦をぶっ飛ばせ、なんてことするのに代わる日本テレビの NHK 紅白歌合戦対抗番組で、人気絶頂のピンクレディーをメインにし、目の不自由な子供たちを、客の一部に迎え、 今までにない豪華な構成で送る番組。ゲストも、ベテランやヤング歌手のほか、コメディアンスポーツ選手など、多彩な顔ぶれが揃った。またこの年は、ステレオ放送をはじめとする、音声多重放送の実用化試験放送が開始した時で、まだ音声多重放送が珍しい時期ではあったが、日本テレビは、新しい媒体が導入されると、それを使った放送を積極的に行う施策を、 撮っていることもあり、当番組もそれに沿ってステレオ放送で行われた。なおピンクレディは、この番組のため、この年開催の第29回 NHK 紅白歌合戦の出場を辞退したが、これが後々まで問題を投げかけることになる。視聴率は8.2%を記録し、前年のなんてことするのの6.2%を若干上回ったが、 ピンクレディの大晦日特番は結局これが最初で、最後、そして翌1979年には、コント55号の萩本樹一が再登板し、金ちゃんの紅白歌合戦をぶっ飛ばせ、第1回全日本仮想大賞、なんかやら仮想編成、これが好評となり、以後現在まで継続中の、金ちゃんの全日本仮想大賞となる。日曜十一時十三時十四分二人は、 直前まで放送されていた第20回日本レコード大賞に出演し、UFO でレコード大賞を受賞後、レコ大会場の帝国劇場から駒劇まで大急ぎで駆けつけた。このタラストの汗と涙のグランドフィナーレには、この後23時45分から始まる全民放テレビ放送年越し番組、ゆく年来る年の総合司会、萩本樹道とダンフミが出演し、 引き継ぎを行った。なお、ゆくとしくる年には、ピンクレディも出演した。九百七十八年十二月三十一日付の、東京新聞、テレビ欄。読売新聞九百七十九年一月四日付夕刊、六ページ。九百七十九年一月六日付夕刊、七ページ。AB 参考、九百七十八年十二月三十一日付。 東京新聞14面掲載の番組広告ありがとうございます。